おはようございます。今日は、ロードバイクの、キュービクルポータープロのパッキングをちょっと掘ってみようかなと思います。では、やってみます。使うのは六角レンチと、あと手危ないんでグーって、あとパッキング用に養生テープ、あとこういったなんか縁とかあるとよりロードバイクを保護できると思います。あとはホイール包みのホイールバッグですね。次に、ペダルを外します。11ぐらいの方向からですかね。時計回りに。フロントのタイヤ方に向かって緩めると緩みます。同じように、11時方向から、ハンドル方向に反時計回りですね。で、この時にフロントのギアは、アウターに入れとくと、この、なんですかね、トゲトゲにぶつけて怪我することもないので、アウターに入れとくことをお勧めします。ワッシャーもなくさないように。
ワクチンをなくすのように一緒にはめたまま、念のために粘土金具も取り付けてみます。
タイヤは空気圧をちょっと、まあ、空気のタイヤは、空気抜いてスプロケットを、保護します。こんな感じで、ハンドル横向きでまだ隙間があるのでここに、ホイール、その他もろもろを詰めています。詰めて、こんな感じですね。あと、飛行機の受け入れ荷物、国内線だと大体20キロぐらいなので、その容量ギリギリまで荷物を食べると、もちろん減って、旅は快適になると思います。
はい、これで完了です。こういった感じで持ち運びがしやすくなりました。はい、では梱包を完了しました。こういった感じで持ち運びがしやすくなりました。ちなみにオプションでキャスターつけられるので、そうすると、まあ、結構ね、移動とかも楽になるんで、よかったらどうぞ。以上でした。ありがとうございました。